Mr. Black Diamond wrote to me about Illuminati as follows. Beginning with a narrow circle of disciples carefully selected from among his own students, Weiss helped gradually extended his recruitment efforts from Ingolstadt, Eichstätt, Freising, Munich and elsewhere, with special attention being given to the enlistment of young men of wealth, rank and social importance. イルミナティとフランス革命の関係について協力者のブラックダイヤモンドさんからこんな情報が届いています。最初はバイスハウプトは自分の学生の中から慎重にメンバーを選び、狭い範囲でのサークルで活動を始めました。で、そして若い人を中心に金持ちの人、地位の高い人、それに社会的に重要な人たちを集め、インゴルスタートから始まり、アインクスタート、フリージング、ミュンヘンなどへの都市へと少しずつですが活動の輪を地道に広げていきました。イルミナティはそのヴァイスハウプトによって1776年に創設されました。アドルフ・フランツ・フリードリッヒから受けた強い影響のもと、フライヘル・フォン・クニッゲ、つまり彼こそが中心人物であったわけですが、彼らは1778年から多くのメイソンロッジと連絡を取り始めました。そしてそれらの人たちがフランス革命の指導者になっていったというわけです。国際的な連絡網のみならず、あの極めてよくできたフランス革命の憲法はそのクニッゲの功績によるものです。もっともこのことは世間では全く知られていませんが、それぞれの教団のメンバーには特別な名前が与えられ、クラス分けされていきました。例えば公文書ではヴァイスハウプトはスパルタカスという名前で表記され、クニッゲはフィロという名前で表記されるようになりました。国内での連絡は暗号を使ってなされ、さらに情報を拡散するため架空の指示などとともに架空の地名なども使われていました。つまりあのフランス革命はそれを遡る13年前に創設されたイルミナティ、つまりイルミナテ・テン・オルデンという秘密結社によって用意周到に計画されていたということになります。目的は君主制の廃止とローマ教会からの解放だったと考えられます。広林浜松シティジャパン。こうした考えに対して一般には次のように説明されています。ホンシェルジュホームページには次のようにあります。フランス革命一連の流れについて、さまざまな状況と思惑が絡まり合って1789年パリ・バスティーユ牢獄の襲撃を皮切りにフランス革命が勃発します。この革命はもともとジロンド派という中級層の市民たちが中心となった穏健派が中心となっていました。しかしその後ジャコバン派という低階層の市民たちが中心となった過激派が現れ、この2派同士の対立も深まり、ジャコバン派によるジロンド派の排斥が広がっていきますと。こうした説明を聞いているとですね、フランス革命というのはいわゆる偶発的に起きた事件というふうにも考えられるわけです。またそのような印象を持っておられる方は多いと思います。がしかしフランス革命そのものはですね、大変用意周到に準備され計画された革命であったということになります。しかも
その背後には強い宗教的というよりも歴史的信念が隠し込まれていました。例えば今皆さんにご覧いただいているのはフリギア帽です。古来よりフリギア帽、特に赤いフリギア帽は自由のシンボルとして使われていました。こうした赤い帽子がですね、フランス革命時においてはすでに使われていたということからもわかるように、その向こうには底知れぬ歴史的事実が隠されているということになります。フランス革命は決して偶発的な革命ではありませんでした。その証拠が数字に残っています。これはフランス在住の同じく協力者のセリ・キムラさんから送っていただいた情報ですけども、フランス革命の数字にはですね、7が使われているというのです。例えば1789年という年号ですけども、1789という数字をバラバラにすると1789となります。合計すると25、つまり2と5を足すと7になります。そして7月14日にフランス革命は起きています。7月14日、つまり 7×2 ということになります。77はユダヤのゲマトリアによれば救世主を意味します。ともかくももう一度おさらいしますと、1789を足すと25になります。25というのは2+5=7、つまりバビロニアの比数学にのっとっています。フランス革命のキーワードは7ということになります。その7という数字が後のあの自由の像の光線の数7へとつながっていきます。つまりフランス革命は繰り返しになりますが、7という数字によって成り立っているということです。これを偶然というのか、あるいは意図的に組み込まれた数字ということになるかということですけども、後者であるとするならば、フランス革命はまさしく計画された革命ということになるのではないでしょうか。7です。そしてこれらの事実の上に、冒頭でブラックダイヤモンドさんが教えてくださった事実を重ね合わせてみると、つまりフランス革命というのはイルミナティによって計画され実行された革命ということになるのではないでしょうか。もっとわかりやすく言えば、私たちが知っている表面的な歴史とは別に、もう一つ別バージョンの人間史がその向こうに隠されているということになるのではないでしょうか。その一例がフランス革命ということになります。Yeah.
correction of my mistake. Later in the following video, 1873, published on May 2016, I claim at around 24 minutes later that Adapa, a creation by Enki or Prometheus, is Dionysos, which is however wrong in my misunderstanding. Adapa is Adam in the Bible, which is correct in my understanding, but Dionysos is a son of Enki or the successor of Enki, and that is to say that Dionysos is God himself. Adapa is not Dionysos. 間違いの訂正です。続く動画の中、24分前後でアダパイコールディオニソースと発言していますが、これは間違いです。アダパは延期、つまりプロメテウスが創造した人間ですが、ディオニソースは延期の息子、正当な後継者、つまり神です。アダパイコールディオニソースは私の誤解による間違いです。訂正します。広瀬林、浜松市ジャパン。延期がエリドゥの町で最初に創造した人間がアダパーです。その内容は旧約聖書の内容と一致します。ですからアダパーイコールアダム、それは間違いありませんが、延期の息子というふうに誤解して、つまり延期の息子ディオニソス、つまりアダパーイコールディオニソスとしたのは私の誤解による間違いです。Someone asks someone like this. Does it convey the same meaning if Statue of Liberty is replaced with Statue of Freedom or every occurrence of liberty in Declaration of Independence is replaced with freedom? Even for English speaking people, the difference between freedom and liberty seems to be a puzzling topic, as there are several interpretations of the difference between the two words. But today's point is not this. Today's point is that freedom of human beings, as well as liberty of human beings, has another version of long history to be achieved, together with human history itself, though we pay little attention to it. Or, once again, you may ask yourself in this video if you're really free and if you really know the history of freedom as well as liberty, whichever it may be. This is a message from Prometheus.フリーダムとリバティ、共に英語では自由という意味ですが、好き勝手なことを気ままにすることをどちらかというとフリーダム、また束縛からの解放をどちらかというとリバティというようです。となると、あのハドソン湾にある自由の像は、本来なら解放の像と言うべきということになりますが、今日のテーマはそれについてではありません。今日のテーマは、自由であるにせよ、解放であるにせよ、私たち人間にとってそれが何であるかということについてです。自由にしても解放にしても、今でこそ空気のような存在かもしれませんが、今に至るまでにその裏には別バージョンの長い歴史があるということです。人間の歴史そのものであると言っても過言ではありません。もう一度、この動画の中で、あなたは真に自由なのか、あなたは真に解放されているのか、そして真に自由や解放の意味を知っているか、それを
自問してみませんか？題して、プロメテウスからの伝言です。広島市、浜松市、ジャパン。自由について、この動画の中で考えてみたいと思います。きっかけは、フランス在住のセリ・キムラさんから、このような情報が届いたからです。現在はまだ少数政党ですけども、アメリカには第三の政党があるそうです。それがリバタリアンですね。で、そのリバタリアンのシンボルマークが、この左上の松明だそうです。それで、自由について考えてみることにしました。で、自由というと、フリーダムとリバティとあるわけですけども、冒頭で話しましたように、意味が混乱しています。自由と言うと、真っ先に思いつくのが、ニューヨークハドソン湾にある自由の像です。あの自由の像は、ディオニソス、別名バッカス像をモデルにして作られたプロメテウス像であると私、林博士は説いています。これがバッカス、すなわち、ディオニソス像ということになります。バッカスというのはローマ名です。で、この両者を比べてみますと、大変コンセプトがよく似ているのがわかります。特にお下げのような髪ですね。長い髪が下に垂れています。そして左のディオニソス像の方にはですね、7個、あるいは6個のコブのようなものが作ってあります。私は7個だと思いますけども、7個目がはっきりしません。ともかくもこのようなコブが作ってあるわけですね。それが右の自由の像につながっていると考えています。ポーズも大変よく似ています。衣服も大変よく似ています。そして胸が膨らんでお腹がややぽってりと出ています。つまり、ハドソン湾の自由の像はプロメテウスであり、モデルはプロメテウスが最初に作ったこともディオニソースのということになります。そうして、自由の像が作られたということですね。で、もう一度、ここを見比べていただきたいと思いますけども、中央がディオニソス、もしくはバッカスです。右が自由の像です。ポーズが大変よく似ています。ですから、ディオニソス、を元にして自由の像が作られたと私は考えました。というかそういう結論になったわけですね。なぜ、じゃあプロメテウスの像をそのままで作らなかったかということですけども、プロメテウス像については私が知る限り2体しか残っていません。そういったところから、ディオニソース像を使ったということになります。繰り返しますが、ディオニソースというのは、塩基すなわちプロメテウスが最初に泥から作った子供ということになります。アダパー、すなわちアダムということになります。左がもう一体のディオニソース像です。これは裸ですから、胸の膨らみ、そしてついているものがついているという点で、女性ではないという証拠になるわけです。で、このディオニソース像もですね、お下げ髪を、左右に流し、垂らしています。長い髪ですね。そして、比較してみますと、顔も同じであると。で、胸も大きいということですね。で、ディオニソースは男ですから、右の自由の像も男ということになりますが、それは今日のポイントではありません。今日のポイントは、要するに、自由の像というのは、プロメテウスであるという点です。で、ディオニソース像をモデルにして作られたということですね。ここをもう一度確認していただきたいんですけども、顔もよく似てる。太い首、太い腕。少なくとも女性の顔、女性の体ではないということですね。そして髪の毛が両方左右に垂れてますね。ディオニソース像も、それから自由の像も左右に髪が垂れてます。ここですね。髪がこのように正確に似てますか？同じように表現してあるという点です。髪の毛も中央で分かれています。つまり、自由の像というのは、プロメテウス、すなわち、塩基であるということになります。そして、その塩基は、泥からアダパを作ります。そのアダパ、最初の人間ですね。それがディオニソースであり、ローマ名で、バッカスということになります。少し、
回り道をしますけども、帽章を固めておきます。イギリス王室の紋章です。頂点にライオンが立ちます。エンリル派であるということをこのような形で示しています。そして右にユニコーンですね。一角獣です。そして左にライオンが表現されています。ユニコーンというのは延期、すなわちプロメテウスの象徴的な動物です。そのユニコーンには鎖が巻いてあります。ですから、自由の像にも鎖が巻いてあります。この鎖に注意してください。これがまあ一つのキーワードということになります。鎖です。そして左がディオニソース、バッカス像です。バッカスは鎖を巻いていません。で、顔が同じだということですね。で、まあこうして見比べていただきますと、なぜ、自由の像には鎖があるかということを皆さんにも分かっていただけると思います。なあち、真ん中のですね、自由の像はプロメテウスがモデルであるということになります。プロメテウスなあち延期はですね、人間を改造したがゆえに、神の怒りを買ってですね、そして体中に鎖を巻かれて野に放たれます。鳥に体をついばまれるという刑を受けたわけです。で、その、まあ、自由の像、その、はですね、フランス政府から送られています。で、この一番を見ていただきたいんですけど、マリアンですけども、頭にフリジア帽をかぶっています。自由の象徴ですね。そしてその帽子はミトラへと繋がっていきます。ミトラもフリジア帽をかぶっています。まあ、このようにして繋がっていくわけです。自由の像はフリメイソンによってアメリカ政府に送られました。そしてそのフリジア帽をさらに上のに遡っていきますと、ザラスストラ、マゾラスタ教ですね。そして、アフラマズダーへと繋がっていきます。まあ、こういう流れの中で、まあ、一番頂点にも一応延期を置きましたけども、ずっと繋がって、自由の像へと繋がっているということになります。そして、繰り返しになりますけども、自由の像は、ディオニソースをモデルにして作られた、プロメテウス、すなわち延期の像であるということになります。ここをしっかりと確認しておいてください。一番上が延期ですね。そして現在、フランスではですね、左のような絵が描かれています。三角、向かって右側の三角は、フリーメイソンの、まあ、シンボルマーク。そして、足の下にライオンを置いています。足で、こうして踏みつけることによって、優位性を示しています。先ほど見ましたように、ライオンは、エンリルの象徴、すなわち、まあ、英国の方はですね、エンリル派の国ということになります。で、フランスの方は、延期派の国ということになります。まあ、このような形で、フランスはですね、自分のアジェンダを、まあ、示したということになります。左上が延期です。で、右上がエンリルということになります。エンリルの、象徴的動物はライオンということになります。まあ、このような形で、そうした伝統がイギリスに、そしてフランスにつながっているということです。繰り返しますが、ユニコーンの体には鎖が巻いてあります。そして、自由の像の足にも鎖が巻いてあります。先ほども言いましたように、私が知る限り、プロメテウス像というのは2体しかありません。これがそのプロメテウス像の一つです。足に鎖が巻いてありますね。まあ、プロメテウスは、ローマンカトリックの方ではルシファー、悪魔と位置づけられていましたので、数多く使われなかったものと私、林博士は判断しています。もう一体がこの像です。この像の方には巨大な鎖が巻いてあります。まあ、このような鎖を巻かれて、プロメテウスは野に放たれたわけですね。そして人間を改造した罪によって、天界から追放されて、堕天使となって、そして悪魔中の悪魔、サタン、すなわち、ルシファーと位置づけられるようになります。まあ、これはあくまでもローマンカトリック側の解釈ということになります。これ、向かって今、右の方で、延期がですね、アタパーを作っているところです。エリドゥルの町でアタパーを作っています。左にいるのがニンフルサグかと思われます。で、人間の子供を作っているところですね。まあ、このようなレリーフも残っています。で、これがディオニソース。人間、まあ、最初に作られた人間ということになります。まあ、ディオニソス、バッカスですね。まあ、ブドウ酒を作ったということです。で、バッカスはどれもですね、やや群れが大きく描かれています。まあ、それがバッカスの特徴ということになります。まあ、もう少し言いますと、神々は両性具有でしたから、男のような男神、女のような女神ということになります。まあ、それは別のところで論じましたので、またそちらの方をご覧になってください。
ともかくも左上がプロメテウス。で、中央がディオニソス・バッカス、すなわちアダムということになります。アダパイコールアダム。旧約聖書の中で表現されているアダムということになります。そしてこのプロメテウス を主題に、そしてディオニソスをモデルにして右の自由の像ができたということになります。繰り返します。プロメテウスをテーマに、ディオニソスをモデルにして自由の像ができたということです。ですから、左のプロメテウスの像には鎖が巻いてあり、そして右の自由の像の足にも鎖が巻いてあります。鎖でこのように繋がっているということです。鎖です。まあ、鎖を見ればわかるということですね。ここが重要ですから、注意深くご覧ください。中央のディオニソス像と、それから自由の像とポーズが同じです。いわゆるまあ、ディオニソス像、すなわちバッカス像をモデルにして、ハドソン湾の自由の像ができたということです。すなわち、ハドソン湾に飾ってあるといいますか、立っている自由の像は他ならぬプロメテウスということになります。バイ林博史です。そして、それがイギリス王室の伝統へと流れています。繰り返しますが、右がユニコーンです。左がライオンです。ユニコーンは延期のシンボル的動物です。そしてユニコーンの体には鎖が巻いてあります。こうして、まあ、これらは延期、すなわちプロメテウスであることを示しています。その流れが日本にも伝わっています。これは高野山金剛武人の根本大塔の横にあります、孔雀堂の、まあ、狛犬ですけども、ここを注意深くご覧ください。宮島の厳島の狛犬もそうなっています。左がライオンで、右がユニコーンということになります。ですから、同じ狛犬ということになっていますけども、一方の側にはこのように角が表現されています。ユニコーンすなわち延期であるということになります。そして一方がエンディルということになります。となると、中央は言うまでもなくアフラマズダー、もしくはアヌ王ということになります。大日如来ということになるわけですね。こうして日本の伝統ともつながり、ミトラ教の神事ともつながっています。これはミトラ教の神事を表したものですけども、左側にエンディル、右側に延期が表現されています。これはミトラ教の神事ですから、中央にミトラが祀られています。しかし、松明を飾っていますから、ゾラスター教の流れを組むということはこれでわかるわけです。右の三角形はフリーメイソンもしくはイルミナティのシンボルマーケットと繋がっています。左の方はエンディルですね。日本の不動明王、そしてローマンカトリックへと繋がっていきます。注意深くご覧ください。このように日本とも深い関係があるということになります。さらに延期とアダパーのついての話をしておきます。これがアダパーの神話と言われている、まあ、粘土版です。タブレットです。まあ、それを、まあ、解読したわけですね。それはシッチン、ゼカレシッチンが解読しました。で、第1から第3の粘土版にアダパーの神話が書かれています。しかし、まあ翻訳してみましたが、大変難解な英語と言いますか、単語が並んでいるだけでして、で、まあ全体として意味が浮かび上がってくるという英語なんですね。まあ翻訳の翻訳ということになります。そういった意味で、まあ判断は皆さんにお任せしますが、一応、延期とアダパーの関係について話しておきます。まあ、これが根拠だということですね。延期はエリドゥの町でアダパーを粘土から作ります。で、最初にできた子供がアダパーということになります。で、そのアダパーは、がですね、まあ、ある日、まあ、ペルシャ湾ですかね、行って、そして、まあ、いたずらをするわけですね。南の風と呼ばれていた神の翼をもぎ取ってしまうわけです。それで、アヌ王の怒りを買って、まあ、あの王に呼び出されるんですけども、まあ、その延期がですね、うまく取り計らって、罰を受けることは避けることができました。で、その後のことなんですけどもね、アタパは人間、まあ、延期に作られて、知恵は授かったわけです。しかし、永遠の命ってことになりま、なった時に、今度は延期が逆にですね、反対するわけです。で、延期がですね、まあ、知恵を授けて、これからは、お前はあの王に会うけども、絶対にあの王の差し出したものを食べてはダメだ。というような嘘を言ってですね、延期はアダパーがですね、あの王が差し出す食べ物を食べないようにと、まあ、注意したわけです。で、アダパーは、あの王の前に
連れ出されます。で、その時にですね、アヌ王が、まあ、永遠の命も、まあ、その、アタパーに授けようとするんですけども、アタパーの方はですね、延期からですね、何も食べてはダメだっていうふうに言われてたもんですから、それを食べなかったんですね。で、その、まあ、永遠の命は授からなかったということになるわけです。なあち、アタパーは、知恵は、まあ、知恵の実は食べたけども、まあ、実っていうことで、まあ、比喩的に表現してるわけですけどもね、永遠の命の実は食べなかったということで、それが旧約聖書へと繋がっていきます。アタパーは泥から生まれました。で、アダムも泥から生まれた。ということから、アタパーイコールアダムと繋がっていきます。そして、エリドゥの東にウルの都市国家がありました。まあ、いろいろあって、アタパーは、エリドゥの東、すなわち、ウルの町に追放されます。エリドゥ、すなわち、エデンということになります。ギリシャ神話名では、エリジウムとなります。ベートーベンが大工の中で歌い上げた、エリジウムです。まあそういった、まあ流れがあって、まあそれぞれに関連性を持ってつながっていくということです。まあそういったことがこの粘土板に書かれていたということですね。まあ、これが、まあ神話といえば神話なんですけども、延期がアタパを作ったという、まあ、根拠になっています。まあ今このあたりで、アヌ王がですね、アタパに知恵を、永遠の命を授けようとするんだけども、それに対して、まあ、延期が反対したわけですね。で、アタパに、まあ、はっきり言えば、永遠の命はもらってはダメだ、ということを悟して、永遠の命を比喩的に意味する、食物を食べなかったということになります。ですから、偉大な知恵と知恵を与えたけども、永遠の命は与えなかった、ということなんですね。で、この話と、旧約聖書の中の創世記の話と一致するということです。まあ、こうして神々っていうのは、一つの大きな、なんて言いますか、流れの源流へと繋がっていくということですね。その後、まあ、延期とエンリル派っていうふうに分かれますけども、原点は一つであったということですよね。さらにその延期派、エンリル派ですね、その後のフリーメイソン、そしてローマンカトリックへと繋がって、まあ、対立関係になりますけども、もともと頂点は一つ、もっと分かりやすく言えば、アダムというのは、延期すなわちプロメテウスが作った最初の子供であるということですね。そして、エリドゥの東へと追放されていくということです。まあ、このあたりで、アタパはですね、父神の延期の言うことを聞いて食べなかったと。で、永遠の命は授からなかったということが書いてあります。まあ、こうした、まあ、できるだけ私の方で直訳しておきましたので、まあ、こうした文章はできるだけ直訳する方がいいというふうに考えたもんですから、日本語をざっと読んでいただきますと、なんとなくこう意味が浮かび上がってくるというような内容の文章になりました。まあ、その、アヌ王が出したものを食べるとね、死ぬってことを教えたわけです。ですから、アタパーはそれを食べなかったということです。まあ、これが、アタパーの神話の、タブレットということになります。繰り返しますけども、この、アタパーの神話で確認しておいていただきたいことがあります。それはですね、今言いましたように、今私たちはいろいろな意味で対立関係にありますけどもね、まあ、政治的にも宗教的にも対立関係にありますけども、元は一人の神であったということなんですよね。まあ、その様子を表しているのが先ほどの粘土板ということになります。で、もう一度ここでおさらいしておきたいと思いますけども、延期はアタパを粘土から作ったというようなことが粘土板に書いてあった。一方、右の方が旧約聖書ですけども、いわゆるまあ、プロメテウス。がですね、人間をやはり泥から作ったと。アタパーというのは泥という意味だそうですね。ある方がそのように教えてくださいました。そして、プロメテウスが最初に作った子供がディオニソース。バッカスですから、アタパーイコールディオニソースということになります。まあ、プロメテウスが何人か子供を作ったということは考えられますけども、まあ一応子供ということで、アタパーイコールアダムということになるわけです。なあち、アダムイコールディオニソースとなるわけです。その、先ほど言いましたように、そのディオニソース像をモデルにしてですね、自由の像が立っているというのも大変意味深いと思います。そして左の、まあ、これローマンカトリックと、そして右の、
自由の像に象徴される、フリーメイソンとの対立関係へと入っていきますけども、もともとは、まあ、この粘土板を、がですね、間をつないで、もともとは一つであったということなんですね。ですから、まあ、対立関係に入る方が、まあ、おかしいということになるわけですね。すなわち、まあ、これは私は素晴らしい、物語だと思います。まあ、つまり、こうして、まあ、私もですね、ローマンカトリックとフリーメイソンというのは対立関係にあるというふうに考えていましたけども、この第一、第三のタブレットを読んでですね、そのような考えを改めました。さらに、再確認しておきたいと思います。これが先ほど言いました、英国の紋章です。そして右がミトラ教の神事の様子を表したものです。高野山でもですね、これと同じような階段の儀式を行っています。ともかくも、このミトラ教の神事の様子を見ていただきたいんですけども、ここにエンリル、円形が表現されています。エンリルはライオン顔ですね。で、円形は三角形で、これ中央には目が書いてあると思います。そして天井に星が書いてありますね。これはディンギルといって、まあ、エルシャダイ、まあ、カトリックの方ではエルシャダイと言いますけども、神の中の神ということになるわけですね。ディンギルというのは星、すなわち神という、くさび型文字です。まあ、ともかくもこれが英国の王室の紋章です。で、朝廷にはライオンが立っているということは、英国はエンリルの支配下にあったということを意味します。そして、ユニコーンを下に従えているということになります。今日は省略しますけども、ゼカリア・シッチンが翻訳したタブレットによればですね、かつてラム族とサーペント族がいました。ラム族はですね、デイビッド・アイクでしたか、レプタリアン族という名前を付けました。まあ、ラム族というのは正確だと思います。そして、サーペント族ですね。まあ、竜族ということになるわけです。そして、ラム族というのは言うまでもなく、エンディル派です。てか、サーペントクランが、延期派ということになります。で、この両者は、まあ、人間改造をめぐってですね、対立したと言われています。で、ラム、左の方はですね、家訓型ですね。でから、サーペント族はなで型です。そしてそのサーペント族の中の延期とニンフルサングだと思われます。まあこれは延期ニンフルサング説というのも林博説ですけども、この二人が人間を改造します。体がくねくねよじれているのは、これはDNA の、まあ、モデルを表していると林博は考えています。その証拠にここに直角定規とコンパスが表現されています。後のフリーメイソンのシンボルマークとなります。まあ、これ、私が知る限り、これは最も古い直角定規とコンパスということになります。で、左の方はですね、ラム族ですけども、これはバウンダリーストーンですけども、頂点に、イナンナ・イシュタールがいます。そして、これがシャーマシュですね。太陽をかたどっています。イシュタールは金星です。まあ、太陽系の惑星をね、外から数えて8番目が金星になりますから、8方向に昇る星をかたどって、まあ、イシュタールの紋章、すなわち金星を表す金星を表しています。右の方が、これはミトラ教の先ほど神事ですけども、下にミトラ像が、を乗せておきました。それで、このミトラ教の神事を、もう一度見ていただきたいと思いますけども、しっかりと確認してください。向かって左側はエンリル、恐ろしいライオン顔です。まあ、顔に騙されちゃダメですよ。顔がおかしいと言ってもね、そうでない人は、そう顔だけで人を判断していけないということですね。神々についても同じだということです。そしてここに星のマークがありますね。これはディンゲル、ヤーウェイ。というふうに、ま、ここに書きましたけども、アヌオです。ディンゲルです。で中央に、これはミトラ教の神事ですから、中央にミトラを置いています。その下に松明がありますから、当然、ゾラスター教の流れを組むということになります。そして、左の方で、イシュタールとシャーマシャンを組んで、キリスト教を立ち上げます。で、ただ、イシュタールにしてもシャーマシュにしてもですね、替え玉を使って、人間と接していたと林博士は考えています。で、その流れが、チャーチオブローマからローマンカトリックに伝わったと。そしてローマ時代にイシュタールはイースターと変名します。イシュタールイコールマリア、シャーマシュイコールイエスってことを私は説いていますけども、まあ、林博士説ですけども、その証拠をここにお見せします。これはま、かなり前に私が発表した動画の中で
使った絵ですけども、これはバチカンという本を買ってきまして、その中の第1ページ目か2ページ目にこの絵が載っていました。この部分に注意してください。まあ、この、いわゆるシンボルマークが飾ってあるということですね。これはまさしく、イナンナ・イシュタールの、シンボルマークです。そして、その周辺にさらにここには、8方向に、このような、まあ、絵が描いてあるわけですね。これはシャマーシュのシンボルマークということになります。なあち左がシャマーシュのシンボルマーク、右がイシュタール、イナンナのシンボルマークということになります。バウンダリストの中にも同じものが表現されています。ここに、まあ、中央に神、まあ、地中のね、月の神の神がいます。それで、左に、シャマーシュですね、太陽の神です。そして、右に、イシュタール・イナンナです。豊穣の神とか、まあ、愛の神とか、あの、月の神とも、月の女神とも呼ばれていました。ともかくも、イシュタールとシャマーシュがここに表現されています。そして、現在もですね、これはローマ法王ですけども、このような、いわゆるシャマーシュの模様が書いてあります。なあち、このような形で、シャマーシュ、イシュタールと現在の、ローマンカトリックと繋がっているということなんですね。おそらく、まあ知っているか知らないかはっきりしませんけども、ひょっとしたら知らないまま、このローマンカトリック、まさかキリスト教を立ち上げたのはシャーマーシュとイシュタールであるということを、まあこのような形で、まあ証拠があるわけですね。ですから、まあこの今左に見せたのはこれが太陽、シャーマーシュのシンボルマークです。右がイナンナ、イシュタールのシンボルマークです。そして、まあ、そのマークと上のマークとが一致するということですね。そして上のようなマークを現在の今も、バチカンは使っているということになります。そしてこれらが合体して、現在のキリスト教が生まれたということになります。太陽、すなわちシャーマシュのシンボルマークということになります。で、太陽、まあ、シャーマシュはヘリオス、まあ、ギリシャ神話名はヘリオスなんですけどもね、チタン族だったんですね。それでオリンピアに負けて、その座を、アポロに譲ります。で、アポロとイコールミトラですから、ギリシャ彫刻においては顔が一致します。それも後でちょっと皆さんにお見せしますけども、なあち、このシャーマシュ、なあちヘリオスですね。ギリシャ神話名ヘリオスは太陽の神であったんだけども、その座を、まあ、アポロに、まあ、譲るわけです。で、みんなイシュタールです。で、もう一つこの、これはあの、シュメールの神々の系図ですけども、ここにいます。これが、シャーマシュです。そして赤い枠が、これが、ここではイナンナと書いてあります。シュメールではイナンナです。バビロニア、メソポタミアではイシュタールと呼ばれています。その上に神がいるわけですね。で頂点にアヌ王がいます。まあ、このような神々の系図を見てください。そして下にですね、これはパインコーンという松ぼっくりが描いてあります。これがあの、サンペトロ広場の隅に置かれた、立っています。まあ、巨大な像ですけども、ね、これは生命の、の切ってますか、生命の根源を表していると言われていますけども、はっきりしません。で、これがですね、まあ、このような形で、バチカンに残っているということで、それと同じものがですね、これはシリアのレリーフですけど、ニムルードのレリーフですけども、やっぱり同じものが描かれている。このような形で、まあ、カトリック教会はですね、古代とも繋がっているということです。そして、中央が、イシュタールです。バビロニアのイシュタール像です。そして、右が日本の、今、私は、ジョーモン・イナンナではなくて、ジョーモン・イナンナ説を唱えてますけどもね、これがイナンナであると説いています。そしてその頂点が当然、アフラマズダーであり、それを、元にして、ザラストが、ゾラスター教を起こします。で、これはあの、最近って言いますか、この2、3地に発見したんですけども、その間に、その上ってか、間、上ですよね、いるのがマルトク、すなわち、延期の息子ということになります。そしてそれがミトラへと繋がり、まあ、補足していきますと、一番上に、まあ、マルトクがいて、そして、その上に延期がいるということですね。その流れが、ずっと下へ来て、そしてミトラから現在のフリーメイソンに従っていると。で、左の方は、これはローマンカトリックへと従っていると。その途中から分岐したのが、私はイスラムだと思いますけども、イスラムについてはほとんど私は知りません。また、近く謎解きをしてみたいと思います。まあ、このような形で二大勢力に分かれていったんですね。もともとは一つだったということですよね。あの、まあ、延期と延離、その上のアヌ王ということを考えてきますと一つだったわけです。で、このようにま、対立関係に入って、まあ、ギリシャ神話の中では、左の方をチタン族、そして右の方をオリンピアンと表現されています。まあ、このように対立関係に入って、結局、まあ、チタン族が敗れるわけですね。で、オリンピアンが勝つわけです。まあ、これはあの、ギリシャ神話における神々の系図ですけども、あまり正確じゃありませんが、まあ、一応、この説に、この神々の系図に従っていますと、上のブルーの部分がチタン族、下のグリーンの部分がオリンピアンとなります。そしてこの両者がここで対立関係に入ります。
で、まあ、結果的にチタン族が敗れるわけですね。繰り返しになりますけれども、ヘリオスはその座をアポロに譲ります。そしてアポロが今度は太陽の神として君臨するわけです。左がヘリオスです。で、その顔と、この、いわゆる正外婦の顔と同じです。向かって右側の前がぴょんと上がっているところに注意してください。それも別のところで証明しました。で、右がイシュタール、イナンダということになります。まあ、こうして、まあ、一見ね、別々の、と言いますか、対立関係にある、まあ、神々ですけども、元は一つ、アフラマザー、さらにその上のマルドク、さらにその上の円形と繋がっていきます。こうした流れはインドへも流れていきます。まあ、つまり世界の神々は一つだってことを、まあ、簡単に説明しておきます。これはインド政府がサーンに送った銅像です。シバ神です。シバ神ですね。シバです。で、そのシバ神の周りには、片方に14個、片方に14個、合計24個の松明が、まあ、表現されています。14個、なぜに 7×2。ですね。いわゆる、ミトラ教の非数学ということになります。なあち、シバ神というのはミトラであったと林博士は考えています。で、7×2。まあ、これは一つの証拠として考えたわけです。で、右が先ほど言いましたように10の像、7本の光線が表現されています。まあ、このような形で7という数字がですね、まあ、ミトラ教の、まあ、シンボルマーク。その後のフリーメイソンのシンボル、まあ、非数学のシンボル的、まあ、セクレットナンバーって言うんですけどね。神聖数と言われるようになります。で、上がミトラ像ですけど、やはり7本の光線が描かれています。そして、自由の像も7本の光線であり、そして、インド政府が3に送ったシバ神の、これ何とかっていう名前がついてるんですけども、降臨ではありませんけどもね。この和の、その、体罰も、14個です。これを大きく拡大してみますと分かりますけど、これは、ゾラスター教の神事で使われている松明なんですよ。それがこのように表現されています。その上にいるのが当然延期ということになります。その息子のマルドクというふうにから、ゾラスター教へと繋がっていくわけです。まあ、そういう流れの中に神々の、まあ、系図があるということですね。で、それが左の下がですね、その証拠にシバ神は、フリジア帽をかぶっています。中央下がこれフリジア帽です。フリジアというのはトルコ中部の古名です。そしてそれがミトラの帽子と、まあ、一致していきます。まあ、このようなところから私、林博士はシバ神イコールミトラであったという説を唱えています。左がシバ、右がミトラ像です。by 林博士です。まあ、シバ神イコールミトラ。というふうにこのように繋がっていくわけですね。で、もう一度この形図を見ていただきたいんですけども、頂点に延期がいるということですね。そして、このシバ神の周りの輪に注意していただきたいんですけども、この中央の輪が一番大きい、の松明が大きいですから、大きく拡大していました。松明ですね。火が燃えている様を表現してあります。なあち、シバ神もゾラスター教の流れを組むということになります。少なくともね。そして、帽子から私はミトラだと判断しています。その流れが、自由の像の松明へと繋がっているということですね。このように世界の神々は、それぞれ有機的に、もう密接不可分に繋がっているということになります。そして、その流れ、もう一度このシバ神を見ていただきたいんですけども、そのシバ神から、まあ、これこの像は、中央の像は、まあ、最近というか近年になってできた像ですけども、やはりミトラ帽を被っているということですね。ここを再確認してください。まあ、このように神々が世界の、まあ、ミトラですよね。が世界の神々と繋がっている。もちろん日本にも繋がってますよ。密教となり、4月へ、ハーリスの4月へ、玄奘三蔵が行って密教を持ち帰ります。そして仏教とも繋がっていますね。もともとブッダのお父さんのスタダナゴーダマは、ペルシャ出身です。ですからこのような像があってもおかしくないんですけども、一応これは、最も古いブッダの絵ということになっています。そのブッダの絵の周りにも、やはりシバ神と同じ、松明が描き込んであります。注意深くご覧ください。なあち、ブッダはですね、少なくとも私が、これも林博士ですけども、スタダナゴータマはですね、ペルシャで、まあ、大神官であったんですね。で、このように、まあ、
いわゆる松明を焚く神事を行っていたとしても、何ら不思議はないということです。このように、まあ、ミトラ、ゾラスター教の流れがですね、仏教にもつながっているということです。で、ミトラが生まれたときに、ストダナゴータマはですね、お父さんはミトラの誕生に駆けつけています。マギ、お父さんはマギでした。ブッダのお父さんはマギでした。で、この、比べていただきますけども、左が、これが、シバ神の周りを飾っている松明です。右が、ブッダの周りを飾っている松明ですけども、全く同じであるということですね。これが動かぬ証拠です。ブッダはペルシャ生まれです。ペルシャ出身です。そして、そのお父さんは、名前、ストダナゴータマは、ペルセポリスの神殿に碑文として名前が書かれていました。そして、シッタルタゴータマ、すなわちブッダの名前も、セッタアルタガウタマという名前で、ペルセポリスの碑文に彫り込まれていました。それも動かぬ証拠です。まあ、それは別のところで述べましたので、ここでは省略します。まあ、要するにこの頭にですね、帽子をかぶってますけども、これも見方によってはですね、まあ、松明ほどはっきりしてませんけども、ミトラバウと考えることができます。法隆寺にはこのような像も残っています。これは大変よく似てるということですね。まあ、同じと判断してもいいのではないでしょうか。ただ残念なことに左の方の像がよく見えません。しかし、日本には観音像というのがありますね。観音、すなわちミトラ系の菩薩です。菩薩ですから、やはり皆、ミトラ帽をかぶってますけども、まあ、日本の場合はですね、複雑なデコレーションが施してありますから、まあ、ミトラ帽、いわゆるフリージア帽とは判断できません。が、しかし、まあ、大変よく似ているということで、こうした帽子を取り上げていました。なあち、観音、菩薩像も、元を正せば、ミトラの神々であったということになります。まあ、普通、神の像を作るときには最高神を作りますから、当然、ミトラということになります。まあ、要するにこのように表現されているということですね。右が日本の観音像、左が、山に飾ってある芝の像です。この像は繰り返しますけれども、インド政府が山に送った像です。そしてここには16の壁にありますね、光線を描いた太陽の紋章が描いてあります。太陽の紋章です。日本の最も神聖な紋章と繋がっていきます。そしてこれが芝神です。シバ神もやはりフリジア帽を被っています。こういったところから私はシバ神はミトラであるという説を唱えています。そして同じようなフリジア帽を被った神々が表現されています。これもシバ神です。体が蛇であるところに注意してください。すなわちサーペント族ということになります。これも証拠です。ついでですけども左が、アポロです。右がミトラ像です。ギリシャ彫刻というのは、それまでの神々の歴史を立体彫刻で表した、立体歴史書であるというのが、私、林博士の発見した事実ですけども、これもその一つの証拠です。すなわち、ギリシャ彫刻はこのような形で、アポロイコールミトラ、ミトライコールアポロなんだよということを、私たち、後世の私たちに伝えているということになります。これも大切なポイントですから、まあ、記憶に留めておいてください。が、残念ながら、二大潮流と言いますか、二つの流れは、やがて深い対立関係に入ります。私が、まあ、察するところですね、特に、ローマ、チョーチオブローマがですね、ローマによってですね、4世紀終わりにですね、国教となったと同時に、まあ、キリスト教はですね、勢力を得て、多宗派、多宗教を徹底的に弾圧します。まあ、その、なってますか、歪みと言いますか、わだかまりと言いますか、こだわりがずっと続いているわけですね。で、左の方がフリーメイソンへと繋がっていくわけです。そして右の方がローマンカトリックへと繋がっていきます。そして、政教一の政治を繰り返すんですけども、その、圧力が頂点に達した時に、フランス革命が起きます。まあ、その前後と言いますか、ベートーベン、モーツァルトが、アンチ、ローマンカトリックに対する姿勢を鮮明にします。これがマリアンですけども、頭にフリジア帽をかぶっています。注意深くご覧ください。そして、フランス革命の当主たちは皆フリジア帽をかぶってフランス革命を戦い抜きました。マリアンも当然フリジア帽をかぶっています。ルイ16世ですね。ナポレオンの後について、くらいについたルイ16世です。そして、自由平等友愛を説いたわけです。さもなくば死をということになったわけですね。そして、
人権宣言などにもそのシンボルマークが描かれています。これは革命歴ですけども、やはりフリージャブをかぶっています。そして世界のいわゆるまあ国旗ですね、国旗並びに、紋章はフリージャブを使っています。赤いのがこのフリージャブです。自由のシンボルということになります。これも頂点にフリージャブが描いてあります。上院の紋章であるとかね、あるいは陸軍の紋章であるとか、これ上院の紋章ですね。それからこれはユナイテッドステートアーミー、陸軍の紋章です。そしてそれが自由の造営とつながっているということです。私たちは自由というものを簡単に考えています。解放というものを簡単に考えています。しかしそんな簡単なものではないということですね。今でこそ空気のようにそこにありますけども、それがずっとなかったということですね。そしてその自由を求めるために、おびただしいほどの数の人間の血が流されたということです。自由というのは向こうからやってくるものではないということですね。自然に湧いてくるものでもないということです。自由というのは私たちが戦って得たものであるということですね。それが私が言う別バージョンの歴史ということになります。その自由をですね、粗末にしてはいけないということです。そして、まあ、ブッダはですね、もう一つは、まあ、欲望からの自由ということも説いたわけですね。私たち人間はですね、欲望の奴隷に過ぎない。それはまあ、林宏の解釈ですけども、そうした欲望からの解放も、ブッダは別のところで説きました。それはまた別のところで説明しましたので、そちらをご覧になってください。そして、セリキムラさんがですね、このフランス革命というのはここでお見せしますように、全部7という数字で成り立っているというんですね。これはそのように数字って言いますか、数字を合わせてフランス革命を起こしたとも考えられるわけですけどね。1789年、それをまあ合わせますと7に繋がっていくということです。1789年にフランス革命が起きたと。で、それを合計しますと、今出てきますけども、25になると。25の2と5を足すと7になるというわけですね。さらにまあ、これはまあ次のことが決定的だと思いますけども、フランス革命が起きたのは、皆さん何日かご存知ですか？その日も、いわゆるまあ、ミトラ教の必数学にのっとって、まあ作られたというか、その日に合わせて革命を起こしたとも、考えられるわけですけどもね。まあ、セリキムラさんはこのような数字をフランス革命の中に発見なさいました。7月14日です。わかりますか？7月14日です。まあ、その日に合わせてフランス革命を起こしたというふうに私は考えてますけども、ともかくも、ここでも7、そして14というのは言うまでもなく 2×7 の比数学です。まあ、このような形でフランス革命がまあ起きたということになるわけです。まあ、これは偶然ではありませんね。意図的に計算されていたということになります。まあ、7という数字に集約されていくということです。まあ、これも、フランス革命の謎の一つということになります。私たちの知らない歴史の一つということになります。そして左のミトラが現在の自由の像へとつながっています。その自由の像というのは、プロメテウスを表現したものであるということになります。そして、その向かって左側の右手には高々と松明を、トーチを掲げています。トーチというのは、今でもなく、ゾラスター教のシンボルです。そしてそれが現在の、オリンピックの聖火へとつながっています。まあ、これはルシファーの彫刻です。嘆きのルシファーということになりますけども、まあ、これはジェニーということになるわけですね。で、頭から角が表現されています。これをレイというね、ヘブライ語を語訳したためだと林浩司は考えています。レイとその角と同じ字なんですね。イスラエリではね、イスラエル語ではね。で、ここに涙が表現されています。注意深くご覧ください。ルシファーは涙をこぼしています。まあ、カトリック教会側はサタン中のサタンということにしています。そしてその足には鎖が巻かれています。まあ、人間を改造したがゆえにね、その罪を負って野に放たれたということになります。そしてその精神が現在の、自由の像へとつながっているということです。繰り返します。私たちは自由というものをあまりにも軽く考えすぎているのではないでしょうか。自由であるが、自由であるということをですね、理由にして、欲望の赴くまま好き勝手なことをしているのではないでしょうか。それではいけないということですね。で、
この絵を見ていただきたいんですけども、中央にアナヒータがいます。一応、ザラストラの妻ということになっています。と同時に、ザラストラの相棒ということになるわけですね。そして、その後ろにいるのが、当然、ミトラということになります。ミトラは、12月25日、ゾラスター教の当事祭の日に、馬屋で母アナヒータの処女解体によって生まれました。で、世界を照らしているということです。これが自由のシンボル。フランスではこちらの像の方が自由のシンボルとして、まあ、崇められているそうです。手には松明を持っています。そして、右手には切れた鎖を持っています。自由になったぞ!自由なんだ!自由なんだ!ということを、このジェニーの像は示していると、私、林浩司は考えています。鎖に長く縛られていた人間。しかし、その人間は鎖を切られて、そして自由になったということです。その自由をどう使うかは、ひとえに私たち人間によるということになります。またその自由の使い方によって、私たちの人間の未来、将来は決まるということになります。これが私が皆さんにお伝えしたかった、プロメテウスからの伝言ということになります。自由というのは自らによるということです。自分で考えて、自分で行動して、自分で責任を取るということです。これからの人間の未来は人間自身が決めるということになります。繰り返しますが、これがプロメテウスからの伝言ということになります。Bye for now.